菅野大。彼は安丸出しという会社に勤めている。彼は一番星号というキッチンカーのドライバーだ。営業後、彼にインタビューしてみた。何回か、はい、菅野さんと飲みに行ったことあるんですけど、はい、あの元前職、はい、バーのマスターってことで、はい、あのすごくお客さんに声かけられて、当時の、はい、すごい人気あるんだなと思ったんですけど、はい、バーに戻りたいとか思うこともやっぱ正直あるんですか？まあそうやってね、飲みに出た時に来てくれよってね、当時学生だった子とかにおったら、やっぱり行くとこないやん、行くとこないですって言われるんで、うん、思ってないって言ったら嘘になるんですね、はい、これずっとあの向こうにあの日尾八幡神社ってあるんですけど、はい、そっちに繋がっとんですよ。見晴らしいっす。ああ、ちょっと行ってみましょうか。じゃあ、めちゃめちゃ歩きますよ。それはシャレにならないレベルですか？まあまあ上がりますよ。マジか。見晴らしいです、確かに。どんぐらいぶりやろ。これは予定してなかったことですね、お互い。いやいや、想像はしてた。待ち合わせ場所を考えて公園って言われた時に、うん、一瞬シミュレーションは、いや、それ言うたら上がりかねんと思って。今日のシャツも可愛いですね。あ、これゴルフウェアなんすよ。あ、本当はフィラって書いてる。ゴルフは最近？いや、もう全然ちょっと暇ができたら行きたいぐらいですか？そうですね、暇ができたら。まあでも行こうってそんな上手じゃないけに行ったら、左の棚に置いとく。うん。スマッシュってよかったの入れました。はい、熱っ。
こういうことです。から出せたらというところで、はい、この3名はまずちょっとおいおい、はい、この2つは11時40分あそうですね、はい、りました、はい、でこの3名はまだおいおいと言いに行きますので、はいはい、じゃあちょっとリストの方だけ持ってきます、はい、ごめんなさい、はい、すみません、はい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 、あ、そう、あ、あの社長から電話、社長かけ直したんですよ今、ほんなら、持ってきてくれ、言うて。なんかさっきチラッと聞いたんですけど、はい、この安丸うどんキッチンか、はい、うどんだけなくてラーメンとか、あのカレーを売るって聞いたんですけど、はい、ちょっと、そういうのもいいかなっていう企画段階中ってことですね。そうですね、はい、お楽しみにっていう、ね、はい、よろしくお願いします、はい、はい、さん、今日の売り上げはキャンセル出ちゃったんですけど、いただきます。全部のせは基本ですけど、あの、なんすかね、皆さんの愛情が詰まっとる一杯なんで最高です、はい、前回もおにぎり食べましたっけ。おにぎり食べましたよ、はいはい、これはゆかりです。最近あの若菜のおにぎりもよくするんですけど、あれ美味しかったです。相当美味しいですよね、はいはい、あれもおすすめです。ただ、はい、ちょっと最近キッチンカーが連チャンで買いに行けなかったんですよね、はい、そうですね、もうゆかりしか残ってなかったんで、はい、次回はじゃあ若菜かも、若菜中心で、はい、でかいくないですか。でかいですね、でかっ。美味しいんですよ。僕も昨日いただきましたけど美味しかったです。なんかこのアングルだったら本当にゴルファーに見えますね。これのせいもありますよ、ね、確かに。なんか汗かくんで、なんか塩気が増しますよね、はいはい、余計美味しいというか。母さん、あの出演料の代わりにたかられましたけど、どうでしょう。いや、食べてください。言うてみるんすね。やっぱ糖分欲しくなるじゃないですか。この年になったら甘いも美味しくなりません。なる。ねえ、なんか染みるでしょう。はい、うん。ハートありますか。いや、ないやろ。当たりやろ。34、これ意味わかります。34、はい、わかんないです。数字回答数、はい、何なんですかね、これ。僕もわかんないですよ。3? あ、でも
疲れ様でした。お疲れ様でした。お母さん、ここからは海でもちょっとだけ見て、で、片付けて帰ろうかなと。